本日お越しいただきました審査員の方々にですねコメントの方を頂戴していきたいというふうに思います。まずリルキョナ様ですね、審査のポイントなど、教えていただければと思います。みんなファンサしてファンサ。ということなので皆さんとちょっとねお話ししていきたいなというふうに思います。今回ねユニキープマイクをじゃあお願いします。マイクはいはいお願いします。マシラの応援をいいですね。はいはい、テニクルボーイズ代表のコンドレオと申します。今回頑張ったのは、コロナウイルスの流行ということもあり、ずっと鏡に向かって、パフォーマンスすることが多かったので、今回こんなたくさんのお客様を目の前にして、一人一人の心に残るような、一人一人に向けたパフォーマンスを心がけようと思って、僕は前日準備してきました。チームとしては、軍隊コンセプトということで、僕たちは戦いに来てるんだ。ここを戦場だと見て、本気でチーム16人全員で本気で勝ちに行くということを心に決めて今回この大会に臨ませていただきました。本当に楽しいステージでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしいステージでございました。さあ、じゃあちょっとなんかうちちょっと告知あるよとか韓国デビューしたい子とかいる？その間いないんだやっぱり。で、恥ずかしくて言えない？恥ずかしいし、みんな目をそらすってことはちょっと思ってるってこと？ねそれあんまないのかな。ねえ、いや、どん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 アピールしていきましょうよ。ねえ、もうちょっと、ごめんなさい、もうちょっと分かりましたよ。じゃあ、いや、伸ばす。何、じゃあ、あと 何を聞いた方がいいかしら。何がいいかな。審査員の皆さん、まだいらっしゃいますよね。あれ、いない？もういないか。審査員の皆さん、ああ、審査員の皆さん、いらっしゃった、いらっしゃった。なんかすごいもう投票も終わったということなんですけど、なんかめちゃくちゃ印象に残ってる今日の出演者の方たちで、めちゃさあそれでは緊張の、ボーイズ1位の発表でございます。ユニケピ2022ボリューム5デイ1記念すべきボーイズ第1位に輝いたのは、それでは、1位ということでおめでとうございます。ありがとうございます。改めまして、ツインクルボーイズ代表のコンタリオと申します。まずはじめに、今日足を運んでくださった、来場者の皆様、そして本日運営をしてくださった、ユニイベントの皆様、そして白金魚セレーヌのスタッフの皆様で、最後に、僕たちに目標を与えてくれた出場者の皆様、本当にありがとうございます。僕たちトゥインクル9期は、
コロナウイルスの流行の真っ只中の中、このサークルに入って、大会のこの大会の出場をずっと夢見てきたんですけど、それが一緒にして踏みにじられてしまって、すごいへこんでたんですけど、この大会の今回開催が決まって、僕たち、この秋に引退を控えた、僕たち9期が、このサークル生活の集大成を全てかけて、この大会に臨みました。で、本当にこの舞台から見る景色がすごく楽しくて、8分間がすごく一瞬に感じられました。で、本当にすごく楽しかったです。そしてこの憧れの舞台でこんな素敵な賞をいただけたことに本当に嬉しく思います。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあそれでは写真撮影、写真お願いします。はい、こちらお願いします。皆さんね、フードが100枚痛いときも分かるんですけどね、すいません、熱い拍手でまたお願いいただければというふうに思います。さあですね、さあそれでは、ユニ KP2022 ボリューム5第1日目ボーイズの部を制されましたのは早稲田大学トゥインクルボーイズさんになります。おめでとうございました。ユニ KP2022 ボリューム5の総合結果発表になります。ボーイズの部並びにガールズの部両部門とも早稲田大学のトゥインクルさんが見事総合優勝を果たされました。本当におめでとうございます。トゥインクルボーイズさんの意気込み動画になります。ユニ KP2025 ボリューム5のタイムテーブルになります。早稲田大学トゥインクルボーイズさんは1日目、8月15日月曜日に出演されました。